も2回目のステージをお集まりいただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、まず初めに自己紹介させてください。はい、クレアです。はい、シロマーテルです。はい、マツコです。はい、マリです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、あの最近クレアちゃんと話してて、あのお絵かきが最近ね好きっていうことを聞いて、あの僕ちょっと書いてほしいなーってのみに言ったんですよね。そしたらなんか紙に書き始めて、そしたらこの2人も書き始めて、ちょっと今日あのみんなに似顔絵書いてもらったので、今からねちょっと似顔絵を披露していきたいなと思っております。じゃあちょっととりあえず得意って言ったけん、とりあえずアデちゃんからいこうかね。アデちゃん、はい、大きいね。マリちゃんの絵あの、はい、あの見えない人もいると思うので、あのライブ終わってからのツイートに載せますので、よかったら見てください。マチコちゃん、うまいんだけどね。じゃん画伯ですねあ、でも確かに見た目が何ですか。ポイントなんですか。ポイントはなんか特徴を掴んでるところ。そうですね、ありがとうございます。帰ってくれて持って帰ります。はい、じゃあ最後一応得意でやったからね。じゃあクレアちゃん、なになにでドラえもんなん。なぜかっていうと、もえりちゃんは何でも持っているからです。何でも持ってるあ、もう荷物ね。はい、じゃあこれ後ろに立てとこういや、嬉しいよ、嬉しい今日はマイリチャンネルですね。それでは次の曲聴いてください。リアル君だけ。
反逆ザバー。神様セカンドで